西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週は大門さん、男性30代、神奈川県の方で、お問い合わせは陛下の生前退位に関する議論についての質問です。現在特例法か皇室典範改正かで議論されていますと。先生はどのようにお考えですか。世間では軽く考えている人が圧倒的ですが、この議論は我が国の行く末を左右するような極めて重要なポイントが含まれているような気がしますということでありますけれども、要はですね、結論先に言いますと、私は皇室典範を変えるべきだという派であります。このことについてはチャンネル桜でもお話しさせていただいてますけれども、要するに現在のこの皇室典範というのは、昭和の、憲法と同時にですね、セットで進駐軍の手によって、作られたと、占領中に作られたということなんですね。で、占領中に作られたという意味は、この占領目的に沿って、つまるところはですね、いわゆるこの日本の軍事的解体、それから絶対日本をですね、アメリカに弓を引かせない、そのためには、皇室を利用するけれども、皇室も先々ですね、時限爆弾のように高騰の継承が難しくなってくる仕組みになっているわけですね。その一つの方法というのが、いわゆる、この皇室典範改正によって親戚効果が行われたわけですね。明治天皇の子孫以外の、この皇室の方は全て、この平民になるという形で、皇室の数が、一挙に減ったわけですね。で、その結果今何が起こっているかというと、男系皇統の継承がですね、非常に難しい、そういう状態になってきている。そして、同時にこの皇室典範、こういう皇族の方のですね、高齢化ということは想定外であったわけですね。そこで、天皇陛下が自らのこの先々のことも含めですね、この皇室の安定、国民に対する、この必要以上のですね、負担がかからないようにということで、今回自ら退位、上位を申し出られてきたわけでありますが、問題はこれを議論するにもですね、皇室の、この方々のご意見を聞く仕組みになってないわけですよ。で、ここ自体がですね、かなり問題だと私は思っておりますし、そしてさらには、この皇室典範改正するというのはですね、今の今回の生前上位の話だけじゃなくて、そもそも今言いましたように、この法律で天皇家を縛り込んでしまってですね、がんじがらめ状態にしていると、このこと自体非常に私は不遜だと思います。そこをですね、しっかりと皆さん方にもご理解いただかなければならないんですが、それを理解するためには、もともとこの皇室典範いつできたかというと、実はこれ明治維新とセットでできているわけですね。で、明治維新の時に、この井上小橋や、伊藤博文らがですね、明治憲法を作ると同時に、これをセットで作られたわけですが、この時は、明治憲法は欽定憲法という形で、天皇陛下が国民に与えたという形にしてますけれども、もう片方ですね、皇室典範自体は、先例のいろんなことをですね、まとめながら、いわゆるヨーロッパの立憲君主制の国々の仕組みに合わせる形で作られました。この天皇家の、家憲だと、家の憲法だというしつらいを取ってるんですけれども、法律ではなくて、法律以前に天皇家のものという、そういうしつらいだったわけですね。さて、それが明治になってから、昭和になってからですね、戦後は法律にしたわけですが、ここに大きな実は、法律で天皇家を縛り込むというですね、本来、天皇家というのは憲法の外側にある存在なんですけれども、それを憲法の内側にしてしまうと、しかも皇室の話を誰も聞く仕組みになってないというね、これ二重三重におかしいな話でありますから、ぜひ、今回のこの、生前退位、生前上位の話を、きっかけにですね、その先々考えていただかなければならないと思ってるんですけれども、問題はですね、これを言うとですね、いや皇室典範というのを破ってしまうとですね、これから天皇家、皇室自体がですね、不安定になるんじゃないかと。でそのためにはですね、この皇室典範を、直してしまったり、または天皇陛下が、自分が上位したいと言ってはいと言うんであるならばですね、もし変な人がですね、
天皇陛下になって、じゃあもう皇室我々の時代でやめますと言ったらどうするんですか、そうすれば皇室なくなるじゃないですかと、こういうことをね、まあ、言う極端な方もおられるんですけども、それはあまりにも極端だろうと、そんなことはありえないわけであって、もう少しそこはですね、皇室天皇家の発言というのは柔軟に考えなきゃならないというよりも、むしろ天皇家の意向を聞くというのがですね、むしろ我々、皇室を、この我々日本のですね大事な象徴として、みんながですね尊敬している国民の取るべき態度ではないかと思うわけなんです。それと同時に、そもそもですね、この皇室典範を変えて、このそういう仕組みをするとですね、生前の大位上位を認めちゃうと政権が不安定になると、で過去にいろいろそう不安定なことがあったから明治時代にですね、こういう仕組みを伊藤博文らが作ったんだとこう言ってるんですけども、それももう少しよく考えるべきなんですね。つまり明治時代に伊藤博文らが作ったのは事実ですけれども、なぜ彼らがそういうことをしたのかと、それはですね、孝明天皇がお亡くなりになって明治天皇がこの皇位を継いで現代のこの、日本明治は始まったわけですけれども、その時の皇位継承をめぐってはですね、孝明天皇がお亡くなりになったことも含めですね、いろんなことが実は言われてきてるわけですよね。でつまりこの薩長にとってはですね、今作ったこの体制が、この新たなですね天皇陛下が出てくることによって崩されることを、壊されることを非常に嫌ったわけなんですね。それぐらい実は明治の時のあの時代というのはですね、いろんな実は闇の部分もあるわけなんですね。でそこをしっかり見ないでですね、あまりにも一辺倒で明治の仕組みをずっと堅持していくというのはですね、かなり私は問題があると、歴史をまっすぐ見ていないと思うわけなんですね。同じく、この今の現代の昭和の皇室典範を守るということもですね、まさに占領軍が占領目的にのっとって憲法と皇室典範をセットで作ってきたわけですから、そのところのこともわからないままですね、いわゆる、ガチガチの保守の人に限ってですね、この皇室典範をなぶることを非常に、意味嫌われるんですけれども、それはいかがなものかなと。で実は皇室がこの長らく127代続いている一番の原因は何かといえば、もっと柔軟で柔らかい仕組みだったからなんですね。万世一系という原理は一つあるけれども、それ以外はですね全くないと言ってもいいほど自由にですね、この解釈できる仕組みだったからこそですね、実は皇統というのは守れているわけです。つまり天皇陛下の子供が天皇陛下になるわけじゃないんですね。ただし天皇陛下になる方は必ず天皇陛下の子孫であるわけなんですね。今の方がなるんじゃなくて、それはもう過去天皇家として続いてきた血筋の方がなるということですから、こういう仕組みにやってるから、いろんな事態に、あってもですね、臨機応変に皇統を守ることができるわけです。でガチガチの仕組みにしちゃうとですね、これ続かなくなっちゃうわけなんですね。そのところを我々もう少し柔軟に考えなきゃならないし、そもそもそういうふうに考えていくと、この皇室を守るということはですね、まさに自分たち我々日本人それぞれの、この命を次の世代につないでいくと同じようにですね、このつないで次の時代に伝えていくことの重要性、まあ、そのためにはですね、柔軟な仕組みの方がですね非常に大事なんだと、そしてそれを象徴しているのが皇室典範でありですね、天皇家であるんだと、むしろそう考える方がですね、私は正しいと思っております。まあ、いずれにいたしましても、今回は、まあ、この、次元、特例法という形ですけれども、まあ、この特例法を一つの契機にしてですね、これからそもそもの皇室典範のあり方、そもそも皇室典範は何でできたのかと、この明治とそして昭和の皇室典範の違いも含めですね、この明治維新に遡ってこの仕組みを考えていくということがですね、本当の意味でもう一度皇室をですね安定的に次の世代に、未来永劫を続けていくためにはですね、欠かすことのできないことだと思っておりますので、ぜひそのことを皆さん方にもお考えいただきたいと思います。今回はですね、この大門さんの他に佐志さんが3通、田中一郎さん、熊五郎さん2通、トロッコさん、吉さんが2通、電気屋さん、それから、前にも言いましたけどね、このペンネーム自体がヘイトスピーチのような方は読み上げられませんので、ご遠慮していただきたいと思います。その方も含めますと12通ということでありました。ありがとうございました。